どうもダンクローです。今回はナイキエアジョーダン1ハイロスト&ファウンドのレビューをします。エアジョーダン1ハイが好きな方、ジョーダンシリーズが好きな方、ジョーダン1ハイロスト&ファウンドの購入を考えられている方、ぜひ最後までお付き合いください。とは言ってもこのロスト&ファウンドに関する動画は死ぬほど出ているので、私からは今回の限定オファーや付属品や履き口のひび割れ、トップ3との色の比較など、そういったところを見ていく感じでお送りします。今回なんですが、珍しく限定アクセスが来てナイキ様から買わせていただきました。今まで10種類のエアジョーダン1ハイを購入できなかった人にその権利がありますみたいなものがありましたよね。あの記述は嘘を言っていないと思います。私は今までジョーダン1ハイを3足しか買わせていただけませんでした。なので今まで10種類のジョーダン1ハイを購入できなかった人には限定オファーは来たのではないかなと思います。関係はないかもしれないんですが、私は限定オファーが来る前日にジョーダン7カーディナルを購入してたので、まあ、それが功を奏したのかもしれません。まあ知らんけど。続いて付属品を見ていきましょう。あれ、あの黄色いレシートがない。ロストファンド。こうなった人も多いのではないでしょうか。ツイッターなんかでこのレシートが入ってなかったっていうツイートを見たので一瞬ヒヤリとしましたが、内装紙の裏にありました。これは L ですかね。これもちょっと分かりにくいんですけど、もし分かる方いたら教えてほしいです。スポーツデポですね。デポットじゃないですよ。では今から内装紙を見ていきましょう。ジョーダン1に関する商品のカタログであったりとか、ポスター、プロモーションがプリントされた内装紙が入っています。続いてひび割れを見ていきます。私の元に届いた個体は、めちゃくちゃひび割れてますね。いいですね。ヴィンテージ感、経年劣化感がいい感じに現れていると思います。シューレースは白と黒の2本入っており、このモデルは2本ともシューレースホールに通されています。中端はピンク寄りの肌色が使われています。つま先と比べると違いますね。アウトソールなんですが、若干白っぽくなっているのが分かりますか。白い砂利のある神社や駐車場を歩いたら白っぽくなるような感じになっています。まあアッパーに使われている赤色なのですが、実物はやや黒い赤色です。トップ3と比べると、まあ、あまり大差はないように感じますね。いかがだったでしょうか。ジョーダン1ハイロスト&ファウンドが気になっている方、購入を考えられている方の参考になったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。この動画が少しでも参考になったよ、楽しめたよという方は、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。質問あればコメントしてください。また次の動画でお会いしましょう。本日はここまで。ありがとうございました。